違法イイインボススサプライヤーの公開リスト拡大ベトナム税務総局は2024年8月1日に違法にインボイスを販売していたサプライヤー企業のリストを拡充しましたこのリストには2023年5月16日に発表された524社に加え新たに113社が追加され 合計六百三十七社が対象となっています。これらの企業は、二千二十年十二月から二百年十月にかけて合計で百二万五千七百十二枚の違法インボイスを八万八千五十三社に販売したと報告されています。税務総局の対応と指示。税務総局は、地方の税務局に対し。 違法インボイスを発行していた113社に関する詳細な調査を指示しています。また、これらの企業からのインボイスを使用して税金を申告している企業については、否定に従い、税務処理を適切に行うよう求められています。さらに、税務局は2024年12月31日までに、 これらのインボイスを利用した納税者に対する処理結果を税務総局に報告することが求められています。リスク回避のための企業への推奨対応企業が違法インボイスを使用していた場合税務当局からの調査や罰金のリスクがあります。そのため以下の対応を取ることが推奨されます。1会計帳簿の確認 自社の会計帳簿や仕入れインボイスを確認し637社のいずれかから発行されたインボイスが含まれていないかを確認します該当する場合には売買契約書や請求書などの関連書類を準備し税務調査に備えることが重要です、2. 新たなサプライヤーの選定今後の取引においては 新たなサプライヤーが違法インボイスサプライヤーリストに記載されていないことを確認し取引リスクを最小限に抑えることが求められます企業への影響と今後の対策違法インボイスを使用した企業は税務当局から法人税の損金参入や付加価値税の控除還付について状況説明を求められる可能性が高くなります また違法行為が確認された場合には強制罰金が課されるリスクもありますこのようなリスクを回避するためにも企業は早急に対応策を講じることが重要ですまとめベトナムにおける税務管理の厳格化が進む中企業は違法インボイスに関するリスクに敏感でなければなりません税務総局の動きを中止し 適切な対応をとることで将来的なリスクを最小限に抑えることができるでしょう。